トゥース。ハロー YouTube。はい。今日はちょっと隠し芸からスタートしてみました。はい。で、今日のおっさんは何をやってたかというと、今日も横乗りツーマンで、まあ、ツーマンというのかな、まあ、今月から仕事が変わりましたので、で、そうですね、今日は今月から覚えた仕事の最終確認ということで、まあ、その確認の意味での、まあ、私がその仕事を覚えたかの確認ですね。それをしにですね、二人乗りで広島行ってまいりました。で、一応明日からですね、一人でやります。明日からですね、ワンマン運行をやります。はい。で、まあ仕事の内容はですね、まあ広島までから台車を積んで、で、広島で製品を積んで、こちら山口に帰ってくると。で、全線高速の仕事です。はい。まあ仕事自体はですね、なんちゅうことないんですけれども、やはりですね、高速道路を走るというのと、制限速度内で走る。まあ車速ですね。車速をきちっと守って走るのと、あと、やはり、まあ単純な仕事といえども気疲れしました。はい。で、やっぱね、肩がね、肩というか腰がちょっと凝りました。はい。やっぱそうですね、人を乗せて走ると緊張するんでしょうかね、知らず知らずの間に。まあ慣れれば、まあ別に何ちょことなしにこなせるんじゃないのかと思っております。はい。で、そんな中でですね、まあ今私ですね、糖尿病もやっておりますので、まあ、糖尿病だとか、まあ、美味しいものを食べに行ったりだとか、我がふるさとを紹介したりだとか、まあトラックに乗らなければ、まあ、別の、まあ、綺麗な景色を撮ったりだとかですね。今度はトラックの内容で言いますと、やっぱ高速道路を走るのでね、まあ、高速道路を走る上で、まあ、注意したい点などとか、サービスエリアをね、ちょこっと紹介したりもできたらいいなと思っております。あ、頭が今ここで血管が消えてくたばったらすいません。あ、今のが切ってなりましたね。何なんだろう。まあいいか、それは。まあちょっと、偏頭痛がしましたね。で、まあせっかく高速道路を走りますのでね、まあそういった動画も撮っていければいいなと思います。ですがね、まああまりゆっくりする時間はないんですよ。ですので、親父とグラウンドしたいな、なんか親父の顔見たいなという人はね、すいません。そういうグラウンドの時間がありません。グラウンドをする時間はございません。はい。ほぼないです。はい、申し訳ないです。なので、私の顔を見たら、あ、こいつ忙しいんだなと思って無視してくださいね。はい。まあ、今後そういうこともあるかもしれませんので。はい。割とゆっくりする時間はないと思います。はい。なのでね、本当すいませんね。はい。
親父にちょっと缶コーヒー持ってってやろうかというお気遣いは一切よろしいので、はい、で糖尿病なので飲めませんので、はい、すいません、はい、ということです。まあそうでもね、ちょっと時間を見つけてちょっとねサービスエリアの風景だとか、まあトイレぐらいはね行くので、そういったまあどこそこのサービスエリアですよ、パーキングですよ、ここでトイレ休憩しますねみたいな感じで、まあ今後そういうこともできればやると思います。でなかなかね走行動画といってもね、まあ前みたいに地場を運転する時のように、どうですかね、まあやはり高速道路は緊張するんでね、無言になると思います。はい、あもしねわわわわって言ったらね大変なことになっちゃいけないので、はい、なとこです。でまたまたね一般道を走って九州に行ったりだとか広島に行ったりという仕事も、まあ、今後そういう仕事もあるかもしれませんので、まあ、そういう時にはですね、またそういった動画も撮ってみたいかなと思います。今今月からやってる仕事はですね、先週かでやり始めたやつは高速道路使うので、まあ結局はですね時間がないねサイクルダイヤが決まっておりますので、まあなかなか言うにできないと言ったところです。もう何時何分にそこに何時何分にそこに現着になって、まあ、何時何分にはこちらに帰ってこなくちゃいけないというようなサイクルで回っておりますので、まあなかなかね時間がないということです。はい、まあそうですね、まあ家に帰ってからこういう動画はですねいくらでも撮れますけれども、あそうそう今日ですね事故があったんですわ。まあ、山陽自動車道を帰るときに国道2号線のあれはね山梨県周南市の国道2号線なんですけれどもね、今日の夕方地元のニュースでもやっていたんですが、なんかね下りまあ上り下り分離帯で国道2号線バイパスがですね分かれているんですけれども、そこのですね分離帯を越えて下り車線からね多分上り車線に行ったんだと思います。まあ要するに、まあ、分離帯をボーンとね飛び越えていったものですからね、まあ逆走は逆走なんですよね。で4トン車だったかな民家に突っ込んでると、そういうようなね事故がまあ今日の夕方のニュースでやっておりました。地元のニュースなんですけれどもね、でまあ高速道路の上から見えましたわ。はい、まあ事故現場じゃなしにね渋滞がなぜこんなに渋滞が発生してんのかなという感じで、で家に帰ってまあ夕方のニュースを見てたらそんなことをやってましたね。あこれか渋滞の原因は事故だったのかと、なんかね大きい事故死亡事故ですわ、まあ、全国ニュースまでもないんですけれども、でもね2人ぐらいね亡くなってたんで大きい事故ですよね。ほんとね原因はなんだか分かりませんけれどもね、これからまあその詳細が分かるんじゃないのかと思いますけれども、本当怖いです。はい、本当ね上り車線を普通に走ってた車がね下り車線の方から分離帯を飛び越えてですよ、
上り車線の方にゴーって来られたら、そりゃ怖いですよね、ほんと。で、しかもトラックですからね。で、乗用車の2人が確か亡くなったと。まあね、2台か3台ぐらいね、絡んだ事故だと思います、ほんと。で、民家に飛び込んでましたからね、ほんと怖いですわ。ほんと我々ドライバーというのはね、ほんとね、気をつけないといけないですよ。で、直線のね、見通しのいいところなんですよね。そこをね、下り線を走ってて、その上り線の方に飛び込んでいくと、何が原因だったのかなと、本当なんか不可解な事故ですけれども、本当気をつけていかなきゃいかんです、本当。はい。そんなところです。まあ、本当、そういう事故を見てですね、本当、そういう事故を起こさないように。まあね、我々の仕事はね、事故と白髪合わせじゃないですか。本当、コンマ何秒か何かをしてたがためにそんな事故にあったりね、するんで、本当気をつけなきゃいけないなと思います。本当、あいつ事故してアホやなと思うんじゃなしに。明日は我が身ということで、ああ、自分だったら本当気をつけなきゃいけないなと。そこでね、他人事じゃなしに、本当自分も気をつけなくちゃいけないなと。本当ね、亡くなられた方がね、気の毒ですよ。本当朝ね、行ってきますと、今から帰るよという感じだったろうに、本当ね、まあ、二度と帰らぬ人になってしまうわけなので、本当ね、死亡事故はね、本当、まあ、相手自身の人生も奪いますし、相手自身の人生もね、地獄にします。で、自分の人生も、で、自分の当事者の家族もみんながね、不幸にしますので、本当ね、年末師走、本当お坊さんも走るほど忙しいとは思いますけれども、今一度ですね、余裕の持った運行されて、で、安全運転一番 で今日も笑顔で、本当明るい我が家とね。本当、一日をね、無事故で終われたことに感謝しながら日々送っていきたいなと思っております。違反はねちょっとぐらいの違反はありますよ、誰でもね。で、まあね、違反もね、まあ信号とか止まれないこともありますけれども、やはりですね、忙しいじゃなくて、やっぱり気持ちに余裕を持った運行を安全運転しなくちゃいけないなと本当思っております。皆さん、あとね、今年まで半月ですよ、もうね、年内無事故で過ごして、また来年、ちょっと早いんですが、本当いい年を迎えたいじゃないですか。はい、ということです。本当ね、事故のニュースを聞いたら、あ、いかんなと思います、本当。はい、ちょっと暗くなってしまいましたが申し訳ないです。で、明日からですね、走行動画とかね、撮れればやっていこうかなと思っております。はい、それではこの動画は以上になります。それでは皆さん、安全運転で行きましょう。さらばだ。